思いの上までございます。どうもデータマンのノミレクさんどうも。ああデータマン天井で今日は何を送りこれです。どん出た。まあ遺跡の話なんだけど<あ>ドルトムントの補強戦略シーン。お願いします。この二人がドルトムントなの。ねえマジで。そうかもしれないのよな。ま、ーちょっま,またまずワクワクさせてさ <laughs> 先生そうやって。<laughs> ええ <laughs> 本当なんですかお願いしますよ。いや結構リアルなんじゃないかなって結構あるので。超楽しいんですけど。はいということでどういう形になってるか、どれ誰をどう取ろうとしてるか、ちょっと待つ見ていただこうと思います。はい、みろチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ってことでいきましょう。こんなメンバーですどん。はい。はい。はい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 。はいえ左側でキ。 はい、左側が、えー、今季の本当、<ー>えー、と最終節、勝ってれば首位だったけど、優勝だったけどね、ーね惜しかったドルタムンとのメンバーと。とにさ悔しいシーズンでしたね、惜しかった。 で、えー、こ,このピンクのホース売却候補となっているところの下の皆さんが、うん、前はこの夏で移籍されちゃう方々かなというところ、<前>で右側のこのエメラルドの下のね買い取り加入候補の下にいる方々は、この夏、うんえ、来そうな方々と思っていただければと思います,、ね、すお願いしますよ。<laughs> ニカニカしたよね でいろいろちょっと見ていこうと思うんですが、まずこの放出売却候補というところ、何かいろいろ見ていこうと思いますと、すでにねまず確定で移籍もしちゃった方々がいましてですね、まずベリンガム。 あそうだね目玉としてレアルの方に行かれたということで、ねはいはい、そうですね今年のブンデスの MVP に輝いたまだ19歳んいやそんな若いよフリンガムってそうなんですよ<ー>でレアルが移籍金154億で6年契約という形になんじゃそりゃっていうすごいですね すごいですうん。だリアルとしても別動画すでに出してますけど、ベリンガム取ったからもういいやみたいな感じなんですよね。なんならね。平均どうなるんですかねこれねわけわかんないです。はい。で他にもですねあの同じくボランチのダフード選手がのミト選手所属のあのブライトンに席が決まり。ああそうなんだね。 そうなんですよ<お>まあだからカイセドが抜けるからってのでのダフード取りっていう感じはボランチトラニアですねじゃあねそうなんですよね、うん、であと他にも何人かいまして、うん、え左サイドバックのゲレイロ選手がバイエルン行きが決まりましたとでかれ右サイドバックのパスラック選手も、えー、ボーフムかな移籍ということになっておりますとほ他にも他に何人か満了がいてゴールキーパーの若手のウンベハウン選手とあとフォワードのベテランモデスト選手が契約満了、うん あとは、ま、右サイドバックの、えー、えムニエ選手がアストンビラとか何チームが今狙ってるって話なのと、キーパーのベテランマイヤー選手がスッとガルト行きなんじゃないかって話が今出ておりますと。なるほど。 黄色のところが左の図でもまあ空きつつあるということですねなんでセンターバックはおそらくなんか変更等なさそうなんで、うん、センターバック取ることはなさそうなのと、うん、まあウイングも現状この黄色入ってないからないっていう見方があるとは思うんですけどちょっといろいろ見てこういただこうと思うんですが。 ただね、うん、まあさ、うんうん、このセンターほどモデストさんが抜けるってなるんですけど。うん、左ウイングに入っている当てゲミ選手っていうのがもともと真ん中系の選手なんです。そう考えると、左足らないんですよね。レギュラータイプ、レギュラー,格格か、うん、あー。そうか、だから欲しいってことね。そうなんですよ。ああ、うなると、ね、ライバルは若造の美濃駅ってんです。しかいないわけですね。うん、そうなんです。ああ、もうこんなもんはね。 ハハ <laughs> <laughs> いうことで、中村啓斗取ろうとしてるのと、うん、あともう一つね、うん、ドルトムント、んだと、こういう目線もあるんだなと思ったのが、うん、タンチョ。要は、ドルトムントでめっちゃ活躍して、ユナイテッドに行ったジードン・サンチョなんだけど、今年監督変わったら、全然活躍できなくなっちゃってというか。うんうん、ンチョどこだっけね あの今、ね、ユナイテッドの右ポジションは右ウイングなんですよね。はあかはあ、だから、ちょっとそのままでいておくには、やっぱり世界としてもね、うこうタレントが1人、もしかしたらっていう状態になっちゃうので、だ,からだったらうち、もう一回来て、また輝こうぜってのって、香川と同じパターンねそういうことですね、だから中村系と左、右に単調ってことも考えてるみたいですと。 まあでも、これレギュラー争いは結構過酷な感じだね、見ると,と、ね。ですすよよねそうなんででもただ、いろんなことをちょっと考えなきゃいけないっていうのが今のドルトムントで、うん、あの要はこのウイング取っておくというか、ウイングの皆さんもちょっと中盤で使う可能性もちょっと多分考えてらっしゃるんじゃないかなと思っていてね、だって、ベリンガムとダフードっていう主力級のボランチ、2人ともいなくなっちゃったからさ。そうですよね でこれでボランチ、もしあの補強戦略がうまくいかないとなると、うん、ボランチ中盤1枚で、うん、1> トップ下系の選手だとウイング系の選手をある意味こうインサイドハーフに並べてみたいなちょっとフォーメーション変えざるを得なくなるとかってことも多分やることる、んそんなことあるんですかこんなでっかいクラブ金あるのにいやでもねうまくいかないと、うん、ありいるからねこれでフォーメーションまで変えなきゃいけないそうなんだよ<ー>で,もでもさ、うん、ベリンガムがだからいなくなるってもうそういうことなんじゃないいや骨だ、ね、まさに うん,うんだって太すぎる幹一人抜かれて世界にも代わりいないんだもんだ焼きそば売ってたわね屋台なのにもうたこ焼きにせざるを得ないロースだけ残ってるくらいの、ね、<laughs> たこ焼きのが手間かかんだろ確かにな <laughs> <laughs> はいはい <laughs> ってことで、まあ、あ<ー>ウイングもいるんだけど、それはそれとして今、一番考えなきゃいけないのはボランチだということで、うんえー、レッチェのヒュルマンド、うん、アヤックスのアルバレス、そしてマンチェスターシティのユースのチャールズという3人に今、目をつけている模様でございます。うん、あで、まず1人目がですね、えー、ヒュルマンド選手、うんえー、クロアチアのブロあのヒュルマンド選手はノルウェーとかだったと思いますけど。 われわれ日本代表もねーワールドカップでクロアチアに当たりましたけど <laughs>、はい、クロアチアのアンカーブロゾビッチっていうのは、ね、い1試合に15キロぐらい走るやついたんですよね。いあのその2世と言われているレベルでだからもうヒュルマンとか入ってきてくれさえすれば彼にもアンカー任せてあと残りの皆さんよろしくお願いしますみたいな。 うん、を考えてるみたいもしくはアルバレスっていう僕、好きな選手なんですけど、メキシコの、うん、アヤックスの人です、アルバレスメキシコ代表の選手で、いわゆるビルドアップのところでもはちゃめちゃにうまい選手なんですよね、うんうん、でしかも、守備強度も高いっていうので、僕はそれこそカイセドより上なんじゃないかなとうう思いますけどね、んあんまりこうなんかフィーチャーされたりしないからなんだかなと思いますけど、僕、うん、ビルドアップはなま丸と書か,かせていただいたんですが、うん、本当だ,本当だ はい、あのレベルアップ版板倉浩みたいな感じです。でボランチとセンターバックできる選手なんですがあ<ー>あのそのまま動いて最終局面まで顔出すっていう選手なのでババッッククそうなんですごい選手でございます。うんうん ただ、そういう選手たちはやっぱり競争も激しいってところがあり、うん、やっぱドルトムントで言ったら若手獲得でおなじみだってのがあって、うん、シティのユースから引っ越えてやろうってのでチャールズ君っていう、まあ、万能なアンカーを1人取ろうとしてるってのもあるみたいです。えーえー なんかドルトムートだと20代前半ですらちょっともうベテラン感ありますからね。<laughs> 大体、ね、<laughs> いやいや若いね本当確かに。そうなんだよね。うんうん、ただ若いんだけどよく左側見てみるとなんか中盤から下見てったらさ、うんうん、なんか視力が20代。 後半が結構多かったりするんですよね。クン、ね、メレスのにだってもう三十代中盤ですよ。まあまあ,まあまあそうですね。はい、普通のチームで考えたらそりゃそうだと言えるんですけど。長所ですよ。バランスねとんないとみんな。まあそうなん、ね、パーティー三倍になっちゃう。ちょちょまあわかる。じゃこれちょっと集まれっつってお前日程考えてるって言う人いないとね。 ああ確かにね。そうそうそうお前スポーツカー何個目だお前バカ野郎ってって、お前、俺も若い頃な、<laughs> こういうやつがいて、もいいねえぞ、そいつは今とかちゃんと言ってくれるし、ないとねそうだね、ああ大事だったね。というメンバーですが、あとは他に右サイドバックのところでね、なんか取ろうとしてるみたいなんですよ、マッサンと。はははいはい、はい え右サイドバック、今、今年4枚いたんですが、そのうち、ムニエさん、パスラックさんがまあ出てしまうというところがあるみたいなので、若手から1人、2人入れていこうというところで言われているのが、レアル・バジャドリードのフレスネだという若いサイドバックと、AZ の菅原幸紀選手という2人が、今ちょっと候補として上がっているみたい。ああそうか いい、うん、いいです、ね、いいですすねねただ<ー>ここはあの右サイドバックがあのボルグさんっていう、うん、まあいわゆる現、まあ、今のドイツ代表の右サイドバックがいたりするんでん28歳だから、うん、フレスネだのが有利かこれ。そうだね18歳だしな なんで、まあ菅原選手はそれこそフレスネタが取れなかった時で、うんうん、なおかつ、そのボルフさんとかまで移籍するってなっちゃった場合ぐらいしかないんじゃないかなと思うんだけどさすがドルトムントだね、層が厚いねそうだね。まあだけど、まずは皆さん、スポーティングが菅原選手を取ろうとしてるって話もありますから。あ まあそう考えればより上のチームで見られるっていうのは間違いなさそうなんで、うん、まあここはまあ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 ということでド当ムンでやれますけどね全然まあ、まあ、やれると思いますねミスタスはいやもうやれるレベルだと思いますが古田さんはこれ何人なんですか <laughs> ブレスネーでだスペインじゃなかったかな。ええ、そうですか。は代表出てますかっていう話ですよ。ね、<laughs> まあ、これからね、うん、まだ十8だから、これからだ、ね。だね出てますかっていう話ですよね。これそうだね。まあ、その世代が欲しいだろうね。でもねまあね、分かってだよね。ねはい。で、あとは、えー、ベンゼマイニトアのボルシアメンヘングラッドバッハの、うんえー、左サイドバックをせに獲得をもしているって形なので。うんうん、まあ、ゲレーロてっちゃったけど、その代わりに、左サイドバックもせに、確保済みというドルトムントでございました。はい。なんで、この。 全員の遺跡が決まったりすると、左側だけ変わります。うん、こんな感じになります。いはい、はい、こうなります。はい、いや、こうなったら、ちょっとすごいけどね。うん、まあ、さすがに全員取るなんてことは起こらないと思うから、あれだけど。 バインエルン超えるメンバーにはなりますで、ね、<あ>こんなメンバーそれか年齢順ですかこの上の主力級っていうのはあ特にあんまり順番感意識してますね,ねはいあ花形、うん、さんのライバルはもう十代だけになるわけです、ね、なんでここは行けると思いますね若エッチな本とか落としとけば夢中になりますから十八十七なんてもうあれ先生楽屋にちょっとエッチな本でも置いておけばね <laughs> あはーなんつって言ってる間に練習早く行ってウィームッシュっつってね監督にこびたらもういいレギュラーでしょこれ。ねあん前の遅いんだ。あちょっとすいません。なんか,なんかその落ちてたからみたいなね。

<laughs> <laughs> 頑張れ菅原。頑張,頑張れということでとおるとぶんとの共戦だでございました,た。ありがとうございます。今いっぱいでございます。ささあどうなるということでミロアコは毎日朝晩動画を出しておりますね。お昼には、はいえー、雑談ラジオタ、えー、ブチャンネルでやってるよということで詳しくは概要欄の方。概要欄からよろしくお願いしますね <laughs>、えー。見てくださいということで井上。 ありがとうございました。ノーミルサッタでございました,あましたあ。ありがとうございました。それでは、<ー>今日も一日一応日、バイバイ,バイバイ、バイバイ。